まるというわけで皆さんどうもダイダラです。今日もエルデンリングやっていきましょう。なんかこの翼かっこよ、ドラゴンみたいなやつ、翼服着ててこれ何の服だ。今適当に装備してるけど、あ、竜騎士か、かっこよ竜騎士。まあでもダイダラなんでね今は。はい、というわけで今日なんですけど、今新しく影の地ってところまでやってきました。ダウンロードコンテンツですね、エルデンリングダウンロードコンテンツ。なんかね、端っことか行ったらいろんなもの落ちたりしたんで、今日はね、こことか、ねえ、この辺とか行ってから上の方行ってみたいなと思います。目的地が一体どこなのかまだわかんないんですけど、まあ、でも、書いてるか。大体このゲーム、この矢印、違うか。光がある方向行けるみたいな感じだと思うんだけど、まあ上の方だと思うんですけど、どう考えても。まあ上の方行くのは後ほどということで、ね、まずやりたいこと適当にやっていきましょう。まだちょっと操作がね、若干おぼつかないところがあるので、ね、操作方法の思い出しも兼ねて、がっつりガンガンと、やっていきたいと思います。行きましょうか。ウェイ、こんにちは。まあ、こっち側だね。うん、順路と多分逆方向だと思うんですけど、逆方向からじゃあまずは行ってみたいなと思います。道を歩くということも、時には、なんか大事です、ね。よし。誰だ？貼り付けにされている人です、これ。なんかいろいろあるの。人間？待って待って、人間だ！人間いる！獣の爪ロガ。よいしょ。え、人間が言ってるのおもろいな。よいしょ。やば、やば、負けろ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 。爪を装備してるこいつ。やばすぎる、やばすぎる。よいしょ。一旦ちょっと真面目に戦おう。いつも真面目ですが。こいつえい、長いコンボか、お前コンボが長すぎる、お前。この台座を越しに戦おう、一旦。よし、両剣ステップ、せい。はい、また入らん、攻撃がちょっと強えけど。よいしょ。ほら、さあちょっとずつやっつけてます。おい、何飲んでんだよお前。ジュース飲むの犯罪だぜ。よし、はい、オッケー。誰だよお前、獣の爪おじさん。あ、獣の爪落としてくれた、ありがとうございます。新しい装備よ、ダイダラ。本当にいるのかよ、これ。獣の爪。これですね。獣の爪。技量、ね、筋力が両方いるやつ。爪ですね。これ。いやー、重量級になっちゃう、これ装備すると。ねえ。装備してみた。スン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 。かっこいい、獣になる、俺が獣だっていう。ねえ、これ強いんですか。まあ後で使ってみるか、ちゃんと。今は多分使えんからな、鍛えてからじゃないと使えないからね、やっぱこういう武器って。やっぱこういうね、エルデンリングってやっぱこうやって、なんだろうな、いろんなとこ行ってさ、よし、探索していくと思わぬ発見があるからさ、楽しいよね。こんなとこまでなんか置いてるんだみたいな。そんなのがよくある。いや、さあ建物あるね。誰んちだろうあれ。暗いね、ここ。赤い、燃えてる、思いになってる人がいます。ワンちゃんだ、思いになってるワンちゃん。ねえ、燃え燃えドッグ。痛い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 。なんだお前は。兵士、一般兵 A です。これなんかあるの、ここ。この先のろまなやつがある。なんだろう、のろまなやつ。こいつかな、のろまなやつ。うえへへへへへへ。一般兵もめっちゃいる。1600ぐらいもらえるもんな、経験値的なやつ。強敵に注意しろ。やっぱボス戦か、これ。武器があるぞ、強敵に注意しろ。
あいつだな、多分強敵ってやつは。よし、挑むか。呼べる、しかも友達ね。僕の友達出てこい、行くぞ。俺、慰めの教会、でっけえ武器持ってるなお前。あー、衝撃波、行け俺、二人で突く、二人で突け、キャン、行け俺、痛い、大丈夫、俺は強い、助けて、助けて、行った、ナイス。俺、国鉄の大土、俺やるな、やっぱ味方俺が強いわ一番。さて、エイジュの加護、来た、エイジュ、祝福でそれを消費することでエイジュの加護を上げることができる。よーし、頭に注意しよう。頭がなんかあんのねえ、貴重なアイテムだと思うだ、めっちゃ思う。いや嬉しいなあこれ。蝶々、向こう側にキャンプがあるね。なんだろう、混ぜてもらおう、俺にキャンプに。ワンちゃんいる、ワンちゃん、ちゃん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 。さあ、こっち行ってみろ。キャンプ、キャンプって大体敵がいっぱいいるよね。うわ、いっぱいいるわ敵。でもみんななんかやる気ない、もしかしてやる気なさそう。でも立ち上がってこない。あ、来た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 、決まったやつが来た。うん、おっと、ワンちゃん上服だお前、だるいだろそれ。カジ石4だ、嬉しいね。出た、うい。やめろ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 、痛い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 、攻撃力高えな敵。やっぱエルデンリングの世界のおじさんたち、おいしい。ふー、カジ石34、メスメル兵の斧だって。メスメル兵ってやつらなんだこいつら。ねえ、メスメル兵の斧、口出し子メルメスに使える兵たちの獲物、使い込まれた鉄の両刃、王の戦いに浸透した兵に好まれ、ため攻撃が強力であるって。いろいろそれ、これ読めたな、なんかね。エイジュの加護、これな、各地でできるやつで、これがエイジュの破片。なんでこれゲットしてるのか知らんけど、影の地マリカ教会などで手に入る。祝福でこれを消費することでエイジュの加護を上げることができる。うん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 。で、なんか、影の地以外では効果がないぞっていう。で、今ゲットしたこれね、藤田志向、メスメルに使える黒騎士たちの獲物。国鉄に黄金の衣装を施した大土だ。あらかじめ黄金種の祈祷が施されており、性攻撃を付与したとき、大きく攻撃力が高まる。おー、性攻撃、我慢って。で、前回ゲットしたこれだな。うん。肉食獣の鋭い爪を模した武器だって。重装を人ならぬ獣のごとき斬撃を行う。これなんだろうね、角の戦士たちの秘術を模倣、獣だよ獣。あとは礼拝の加護ね、これね、礼拝各地でゲットできるやつ。まあ墓地平原でいろいろゲットできるとかね。あ、これ前回これ見えるわ、ゴーレムの顔だ、その姿稀に見しか見ることはできない。曲がった角に囲まれた石の仮面は角人たちの伝承にある火の悪人である。これ怖かったね、これもゲットしたやつ。焼炉、焼却炉みたいなゴーレムだね。焼炉のゴーレムの底にたまり、長きの時の末に生じた結晶の雫、霊薬に入れるということでガードを高めることができるっていうアイテム。結構いっぱい書いてるね、これもあるじゃん見て。で、前回ゲットしたやつ、解釈の映画、血の染みついた再建の担当、武器としては使用できない、地面の一撃の攻撃が高まる。角人ってなんか角、角、角か角か分かんねえけど、この人たちが、ね、あ、種族かな、苦しむ同胞の解釈に用いたもの。あまたの、命を奪い、その刃をかけてしまったが、代わりに容器を帯びた。だって、影の地、エイジュとは黄金地の影である。だってエイジュってのは黄金地の影、はえーねえ、などなどでした皆さん。ねえ、カドビオとの螺旋塔がある。ちょっとこれ、文章もちょっとね、また、フレームのやつなんですけど、フレーバーテキストだ。言葉が出てこなかった。フレーバーテキストもちゃんと読んでいきましょうね。またアイテムゲットしたら。ここは誰んちですか？ローリングが有効だ。
なんもないよね、ここ。結局。蝶々いるだけだな、蝶々。ねえ、火の、何これ、なんとろが曲。いっぱいあるね。FP を消費して、小さな火蛇を生じる。さて、メスメル兵たちが用いた火の技。なんで読めないこれ。なんとか曲のようにまとめられた残り火だ。制作可能なアイテムの一つ。アイテムなんだね、これ。FP を消費して投げた先にうねり火蛇を生じる。へぇー。火は聖戦の象徴であり、メスメル軍では兵卒ですらそれを振るった。みんな使ってくるやつです。なんだかんだやっぱ来てよかったね。その、教会があってさ、そこでアイテムゲットできたりとかしたし。うん、いいとこだったよ。よし。じゃあちょっと戻りましょうか。これってさ、帰れんのかな？初期の村に。ね。ちょ、なんか強化したいんだけど、武器を。帰れる？大祝福いける。帰れんだ、円卓に。あ、いける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 、円卓帰ってきた。やった。人増えてたりしないよね、円卓に。日本指様、久しぶりでございます。お元気でしょうか？お元気じゃなさそうです。今ゲットした武器が国鉄の大土地だね。筋力、ステータス足りるよね、多分。足りるな。意外とあるな、ステータス。大丈夫。よし。信仰心あるんで大丈夫。使えそうですね。これ鍛えようぜ、ちょっと。なんかさ、この国鉄の大土地がね、性攻撃を付与したとき攻撃力が高まるって書いてるから、性攻撃付与するやつにしようぜ、これ。聖なる刃。ねえ。よし。神聖なる刃行くか。いや、待って、雷。雷とつっけど、雷のやつ。雷って人間好きな言葉だ。俺好き。雷属性つけるかって話だけど、まあまあ、普通に、性属性の。生属性、神聖つけたらすごいことなんだな、威力。神聖にしよう。神聖なるなんとか。よし。聖なる武器でいこう。聖なる武器。鍛えていこうか。これ何がいる？カジ石だね。よしよし。鍛えていこうか、じゃあ。めっちゃ鍛えれる。昔の俺ちゃんとカジ石持ってる。買ってるな、ちゃんと。偉すぎる。どこまでだっけ？これ鍛えれんの。あ、ここ24までだな。うん、24まで鍛えよう。よし。俺のメイン武器来た。かっけえ。かっけえ、新しい武器よ。行ってくるわ、これで。よし。さあ、墓地平原。また攻略進めていきましょうか。さて、今いるのがここなんで、こっち。なんか建物がいっぱいあるところ行ってみましょうか。新しい武器もね、ちょっと使ってみたいんでね。ちょっと雑魚敵倒しながら進んでいきましょう。はあ。お、鳥がいる。鳥だ。いた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 。鳥、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 鳥叩き潰せ。この武器強えわ。ラダーンの実ですね。何これ、ニョロニョロ生えてるけど。ねえ。何これ。殴れる。なんだこのニョロニョロ。やべ、顔ついてる、怖すぎる。なんだのニョロニョロ、キモすぎるだろ。ねえ、一個殴ったら全部怒ったぞ。ごめんなさい。ここ建物あるん？ボス戦だこれ。なんかボスいるわ。え、俺この武器で挑むの？行くっきゃないか。ボスの時間だ。ちょっと行ってみるわ。勝てるかな俺この新しい武器で。で行くぞ。ねえ、頑張っていこう。両手持ちが有効だ。本当？パリーが言う。どっちやねん！じゃあ、生息性付与。行きます。ボスは誰？なんだこいつ、おじさんは。よし。普通のおじさんだ。やめろ、こういう。俺のが強い。
って行って、よし、やられた。孤狼の騎士、思ったよりダメージ取ってないな。いや、いきなりちょっと戦うには重いな、この武器。マリカの、ね、やつがあるね、ここ。よかったよかった。マリカ様、いつもありがとうございます。マリカ様が見てますから。これ、召喚できる？友達召喚できないんだ、ここ。なんてこった。いったー！ちょっとちょっと、いきなりちょっと、こいつ最低すぎる。おい、そうやって指ポン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 打って倒して楽しいんか。楽しいと思う。俺は絶対好き。全力ダッシュいきます。走る走る、俺ドラ、やられる前にやるんで、まずよし。やばい、攻撃力高すぎるこいつ。 S とかない、よし、マジでエストピンやばすぎる。死ぬ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 、いた、死んだ。コイフ高すぎる。え、 DLC 俺レベル足りない、足りてるよな。いや、でもいつもエルデンリーグがこんな戦いだった。大丈夫大丈夫、まだいける。ちょ、武器変えよう。いつもの猟剣でいきましょうか。よし、やめろそういうことすんのは。よし、どこのスキルを殴るかだよね。カチンってしたとこだけ殴るから。え、それ、毎回毎回それだけしろ。離れてカチンってしたら殴ろう。よし、はい。以上、連続攻撃がそれ。ちょっと待って、おい、オッケー、はい、と巻いて殴る。大丈夫、はい、どうする、殴っとくか。よしよしよし、いったー、減りすぎてやばい。おい、連続攻撃ね、そこ減りすぎバロンとはちょっと一回飲ませて。よし、ここでぐるっとぐるっと、はい、これでいこう。切る、いった、追撃、痛いっす、よろしくお願いします。やめろ、ほんと。よし、やってもた、だるい、生きてる。いや、死んだ、クソ。エストビン飲むタイミングが下手くそだな。久々すぎるとこうなるな、やっぱね。持って、あ、死ぬ、死ぬかそれ、はい、あ、やべ、全属ずる、これだな、さっきやられた、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 チク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 、あ、やばい、スタブ一撃、うそー、それは良くないよ、俺のチクチク作戦。よし、はい、どう、はい、行け、よいしょ、後付きを借ります、はい、大丈夫、やばいっす、待て。どうする、なくすことです、はいはいはい、出た、敵の敵のズル、ズル出たよ、おえ、ひる、全部ひるめ、お前ひるめはなしだ、お前、よし、ほい、あ、いいよ、よいしょ、全部拾え、お願い、たまに拾わないだけマジやめて、よいし
避けて、避けて、もう一回来ない来ない。ジュース。ここ。あー当たってるよね、俺の攻撃。来た。来た。飲む。もう一回飲む。やめろって、それは。またやめろって。よいしょ。避けて、避けて、ジャンプ攻撃。よし。こうせなあかんね、ちゃんと。避けて、避けて、はい、ジャンプ攻撃。よし、よし、よし。両剣。スン。いいダメージ入ったよ。よし。待て。待てじゃ、待てじゃ。さあ、ここからだぜ。勝負はよ。避けて、避けて、はい、ジャンプ攻撃。いや、3連続。ずるいよ。避けて、なあ、こいつ、来てんのかい。わからへん、こいつの攻撃が。する時のせん時ある。もう、あの後、攻撃せん方が安定かも。次、バックステップ、バックステップ。やめろ、そういうこと。エストない、ラッキー。よし。はい、大丈夫。徹底しろ、徹底しろ、徹底しろ。避ける、避ける。無理しない。あの後怖いから。避ける、避ける。無理しない。よし、殴ろう。向こうが攻めっ気たっぷりの時は無理しない。よし、無理しない、無理しない。出血したね、美味しい。無理しない。殴る、殴る、殴る、殴る。よし、殴ろう。なーってことよ。痛すぎる。怖え。ジュース飲める。何持ってんだ。あと一発二発ぐらい終わりじゃい。しゃい、コロの騎士撃破だ。エネミー倒す。古老の体験、古老の兜、古老の鎧、古老の趣向、古老の足の甲、古老シリーズゲットです。強かった。強かった。私の勝ち。よし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 。さあ、ゲットしたアイテム見ていきましょうか。これですね、筋力武器ですね。完全に脳筋のための脳筋武器、体験ですね。はい、古老の騎士団の用いる鋼鉄の体験。彼らはその技術をより、彼らの技術はより心をなくし、その戦闘力を研ぎ澄ます。そしてその剣に2つの紋章を刻む。誕生の輝きと孤独を。孤独の剣なんだね。ヒョンってね。そして古老の騎士団の鉄カブト、ね、全身を覆う獣害の一部。下記の地の、無名霊廟には、その名を、あるいは心をなくした戦士たちの霊が宿る。これ、ここだね、古老のところ。無名のなんとかってところだ、確かここ。さて、鎧ですね。古老の騎士団の鎧。鋼鉄を張り合わせた全身を覆う獣害、獣鎧の重鎧の一部。黒色のマントをまとっている。下記の地の無名霊廟には、ね、心をなくした戦士たちの霊が宿る。ね、全部ここそうだね。うん。全部古老の人たちの、孤独の人たちです。孤独のグルメです。よし、いや嬉しい、ほんと装備変えれ、装備更新だこれで。孤独の男大ダラ装備いきます。孤独の装備、ちょ待って、クソ重い。これクソ重い。装備できたもんじゃねえわ。首終わりで、武器が体験、古老の体験。てか、あれだね、明かりちょっと今回つけれなかったね、戦闘中。ごめんね、毎回明かりつけるのも忘れちゃってたわ。ね、なるべく毎回明かりつけるようにしますんで、ご安心ください。次からは、忘れてなかったら忘れません。でだ、古老の体験。これですね。でっけえ剣だ。かっこいいね、見た目はやっぱ、体験で。ぐーん、これ振り下ろすですか。敵のやってきた技、あれ、戦技だったんだね、これ。スーンって、なかなかかっこいいよね、これ。古老の男大だら。
対戦ありがとうございました。いやー、いきなり激アツバトルでしたね。楽しいゲームだ、みんな。行くか。重たいかもしれんけど、馬ちゃん、俺に付き合って。ドゥン！あ、やべ、やべ、こいつ殴ったら怒られるんや。いや武器鍛えてねえから弱いじゃん、よく考えたら。終わりです。引退です。はい、じゃあちょっと探索進めていきましょうか、また。いつもの装備に変えて。戦記シリーズです、今回は。鳥がいっぱいいる。鳥キモいな、いっぱいいるの。なんかあるのかな、こっち側。これだよね、多分、このでっかいもん。この奥地行くわけなんだけど、その奥地行く前に、なんかいるじゃん。え？どうも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 。ちょ、一旦危ない危ない危ない。一旦降りて、セーブしようかな。変な人いますんで。怖い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 。どちら様で？ねえ。祝福でちょっと一回休ませて。戦闘の後ですから。ねえ。俺、レベル上げれる？ 7 万あるぞ。これ大事にしなきゃいけねえ。こんにちは。ああ、レダから聞いてる。我らと同じ、ミケラ様に導かれたというアセビトだ。ロー。私はフレイヤ。フレイヤ様？かつてはラダーン将軍と戦ったラダーンと？マジかよ。戦場で見えたなら頼ってくれ。あ、友達になれるタイプだ。ああ、そうだった。あの陰気な男と話したか誰？陰キャ。いっぱいいるよ、陰キャ。まだならあの男から十字の地図をもらっておけ。これと同じ十字が、この地にはまだある。それはミケラ様の足跡なのさ。なんだ、十字って？陰気な男って誰？ねえ。これ何これ？あ、出た。エイジュ。刻まれた言葉が心に浮かぶ。我が最初の肉体をここに捨てる。どういうこと？十字、これか、十字。全然わからへん。こいつ陰キャって。ふん。顔やば。お前もミケラに導かれたか。ならば我らは、あの女の言う同志というわけだ。だが勘違いするな。俺はお前たちを許したのではない。黄金子は敵だ。マリカは我らを裏切り、火をかけた。マリカ様、ミケラがいかに詫び、救いを誓い、その言葉が確かに真実であろうとも、俺は到底お前たちを好きにはなれぬ。だって、よくわかんなかった。だが俺は約束は違えぬ。お前がミケラを追うなら同志として教えてやろう。何教えてくれんの？地図教えてくれよ。俺が知る十字の場所だ。ミキラを追え。フォローアフターミケラ、オッケー？そうある限り、少なくともお前は俺の敵ではない。十字の地図もらった。やっぱ2回話しかけなきゃいけないんだよね。これだね。十字。四角で詳細確認できる。それは、なんかが、ミケラが残した足跡である。わかりづれー。今いる門かな？十字って。で、橋を渡った先とその、ちょっと奥みたいなところ。ちょ、マップで見てみるか。うわ、わかんねー。橋みたいなやつがね、どれかわかんないよね。あ、これか！これでいいの？橋って。ねえ。ってことは、今あるところに橋、なんか十字があるのかな？ちょっとストーリーがね、いまいちわかんないんですけど、この後どうすればいいのかってところが、今いるところが十字だから、今いるところの端からが真ん中のところだとしたら、左に一個、そして右上に一個あるのかな？うん、この十字。肉体を捨てる。頑張れよ、うし、頑張らす。頑張らす、頑張らす。心血の木の芽。だから、これか？ここか？この辺か？この町じゃないよね、多分。にある。で、もう一個が多分ここにあるわ。よし、次行く目的地がこれで決まったのかな？おそらく。もらったよ。ねえ、全然わかんねえ、これ。むずすぎるだろ、このゲーム。ミケラの十字。フレイヤと角人。なんか、右上か左行くかって感じなんだよね、これは。左ルート。ここから行くのかな？道がここにあるから洞窟とかないかな、こっちに。ちょっと待ってね。こっちじゃない、こっち。あ、これは、洞窟これだ！これをさ、越えた先か！こっちから行くか、せっかくだし。よし。順路で行く男代だら。マイル。そう、この門通ってみたかったんだよね。
楽しみだね。壊れたルーン。なんかでも今日もうボス戦ったからさ、若干お腹いっぱいなんだよね。もうメッセージ、まずは頑張れ。まだ大丈夫かな。変なメッセージないから多分大丈夫だ。どうもどうもどうも。ちょっとあの僕ルーン欲しい。お金欲しい。お金欲しい。すいません、いただいていいですか。お金、現金いただいていいですか。よし、ちょっと回収しながら行きたい。ここら辺のアイテムを、アイテムとお金を。よしよろしい。さあどんどん行こうか。15万だもんな次の経験値。だいぶ遠いよ。よし、全員なんか肌真っ黒だね。どうしたの、日焼けしてる？ね、夏だもんね。日焼け止め塗った方がいいよ。服まで日焼けしてんじゃん。この先城があるぞ。怖いな、城があるぞっていうのも。そんなところに、さっきのところ、君だ、持ってないんだってところのらへんなんだけど。おー、火事石。微妙にいらない。よし。こっち側なんかある？もしかして。え？嘘でしょ？嘘でしょ？マジでエルデンリングくん、本当にやってる？それやってんで。めっちゃ鳥いる。この先右に注意しろ。あ、ほんとなんかいる。よし、いっぱいおるやないか敵。うるさ、もうずっとプンプンしてるだけよ俺この辺。9万たまったたまった、お金たまってきた、お金たまってきた。いいね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 。ここどこだ。ここは何もない。あー絶景よ。特に絶景ではなさそうだ。よし、たまらない寄り道リング。えい、鳥だ鳥だ鳥だ、鳥いっぱいいる。鳥しかいねえここ。なんだ鳥、やんのか鳥。よし、壊れたルーン、ありがとうございます。さあ今度こっちだね。え、なんか変なとこ来てる。入り口帰ってきてない？いや、なんか違うとこ行ってない？俺やばいって。違うとこ来た。あら、祝福あるでここ。まあいいか。ロストフライズディスカバード。また見つけちゃったね。ちょっと休憩しよう。ここなんてとこだろう。崖路の終わりだって。あ、ちょっと待って見て、これ影の地の過去やってないわ俺、よく考えたら。エイジあったもん。エイジの過去上がった。また上げれる。エイジの過去高台だらです。これ防御力とか上がったんかなこれで。わかんねえ。なんか、よくわかんねえ敵いるわ、そこに。見て、こんにちはしよう。どうもー。こんにちはー。僕、ダイダッツいまーす。はい、どうぞー。なんだこいつ。おい。キモいなー、はい上げたら。え、紐紐くれた。なかなかないアイテムだよ。持ったわこれ。よくアジンが持ってる。壊れたルーン。ねえ、壊れ消えかけている。だって影の地に倒れた人のやつ。これ木の芽、心血の血を語られた若芽、稀にしか見ることができない。え、稀アイテムだったんだこれ。稀にアイテムじゃん。稀にア、稀にアの名前やっぱりしたくないな。心が痛くなる、強すぎて。あ、出た、これあれだ。礼拝みたいでした。よいしょ。礼拝。いいね、礼拝。こんなとこですね。おい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 、マジで、適当に歩いてるだけだけど、エルデンリングしてるね、今。冒険してるわ。冒険してる。エルデンリング。冒険リングしてる。よし。10番超え。ルーン大事にしていけ。俺、なんだろうね、ここ。超膨大？わかんない。なんとか膨大。膨大です。膨大。なんか眺めいいとこ、ここ。なんかの、廃墟だね、ここも。特に礼拝出せるわけでもないから。
なんでもないとこなんかな、ここ。ただ単純にねえ、おじさん、よし、おじさん、やり紐くれよ、紐。ラダの実だ。まあまあいいか、よし。聖なる血肉、聖地ですね、聖地。ねえ、たっぷりの血を含んだ生肉である。血鬼たちの特別な食物だって。その血は姿なき母の傷から滴ったとされ、いつまでも乾かず腐ることもない。すげえぞ、血が滴り立っててごちそうなんだって。みんな食べて、食べたい人どうぞ。僕はいりません。お墓ですね、ここね。えよいしょ。壺持ってるおじさん、なんだよこいつら、痛い、待って、やられる、やられたって。嘘だろ、10万ルー持ってんだけど。なんでやられんだよ、意外と強いの。おもろすぎるだろこいつら。ねえ、こいつだよ強いの。魔法使いみたいなやつが強いんだよ。魔法使い全部やっつけとくぜ。魔法使いはまだいる？敵いた。犬が、ワンちゃん、ワンちゃん強いんだけど、でかいワンだな。でかワン、おれい、びっくりした、人間だ。ねえ、エイジュの破片、こんなとこに落ちてんの？エイジュの破片、さっきのあれだよ、めっちゃ使うアイテム、能力上げるのに使うアイテム。はい、あ、出た、姿ススラン。じゃあ名前はレイシーのやつ、レイシースズラン。あ、上にもあんのか、で下にもあんのか。はーん、こうそういう感じね、マップ的には。ここ下ぐるーって降りていくとこと、上からドゥルっていくところがあって、まあ、俺は上にドゥルっと行くみたいな気に入った。よし、バトルハウル来てる、やめろ。よし、怖いこいつら、地味に。ルーン12万あってマジもったいねえって、どうしよう、死ねないんだけど。出た、なんとか大、なんとか街、ここ入っていこうぜ。ちょっと壺か、敵じゃなかった。ここから上がるんかな、多分。めっちゃ無理やり、あ、なんかいますね。俺召喚するか、俺召喚。こいつか、ねえ、右に注意しろだって。よし、オッケーオッケーオッケー、まずこいつはオッケー、出てきた、右尾くん、ナイス、よし。これだけ、ここそんだけ、何もないであれ、何もないであれ、なんかあるであれ。充血、目が充血、なんもないか、なんもなくていいぞ。これは大変なやつかもしれませんね。なんか像ありますね。行くか、男の戦いへ。危ない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 、なんか槍持ってるやついる。よしよし、やれるやつからやっていこう。頼むぞ、いつしみくんが頑張ってる。よし、オッケー。うー、怖え、なんだここ。血鬼の腕、血鬼のご馳走が生肉って言ってたけど、今のやつが血鬼ってやつなのかな、詰まるところ。血鬼の腕。ねえ、神秘使うんだ。俺神秘全然上げてねえから、ねえ、ギリ使えるか、でも。腕シリーズ。獲物。同族の遺体、その腕を武器としたものだ。血の儀式で清められ、強攻撃で内に溜まった血を撒き散らすっていう。変な武器。なんかありそうなオーラ出てますね、こっち。貴重なアイテムが。血のアマリリス。その辺に落ちてた花です。ああ、ここが建物の中だ。
なんか、なんか血出てるけど、なんで？え？なんで死んでんの？え、めっちゃ怖いけど。一回殴るか、武器、宝箱。大丈夫？アサル。外なる神の伝承。新しいアイテムです。神の伝承。まずこれね。血だまりにこれ育てる花だって。神秘を高めてくれる。あーね。よくある装備だ。やっぱまだ絶望するほど強大な敵には襲われてはいないけど、それでもやっぱちょっと苦戦してるね。ほんと今。このゲームに。ね。引き続き頑張りましょうかね。よし。じゃあとりあえず今回ここまでにしようかな。ちょっとセーブしよう。あー疲れた。ん？影の血の加護またできるじゃん。礼拝か。よし、礼拝の加護が上がった。どんどん上がってくね、加護も。で、レベルアップにもうちょっとで。じゃあ、18万か。頑張って次レベル上げようぜ。何上げたらいいんだろう、わかんなくなってきた。よし。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。大だらでした。おつっぽいよ。楽しい。